今日も話題のニュースをお送りします。翔平とボスチャンネルでキャスターを担当しているエマです。本日もよろしくお願いします。今回は MVP でも年俸 6.2 億円の大谷翔平が2位にランクイン、妥当な給料をもらっていない選手の反応をお送りします。早速一緒に見ていきましょう。契約に伴う諸事情により、その成績や実績に反して、年俸が低く抑えられている選手は少なくありません。米メディアの CBS スポーツにて、活躍に見合った給料をもらっていない選手ランキングが発表されました。その中で、昨シーズン、ア・リーグ MVP を受賞したエンゼルスの大谷翔平選手が2位という結果でした。MLB は現在ロックアウト中です。本来は14日に年俸調停権を持つ選手が球団と希望額を交換する予定でした。CBS スポーツは年俸調停を含む報酬システムが労使協定交渉のキーとなっており、2022年シーズンに向かうにあたって十分な給料をもらっていない選手トップ10を選出するとコメントを残しました。大谷翔平選手はメジャー移籍を果たしてからというものの、労使協定の制限で年俸を低く設定されており、2021年2月には2年850万ドル約9億7000万円で球団と合意しています。年俸調停の公聴会を開始し、2021年の年俸は300万ドル約3億4000万円、今期の年俸は550万ドル約6億2000万円とされています。数字だけで見てみると、歴史的な活躍を見せた昨シーズン、増額したのは、わずか250万ドル約2億8000万円ということになります。同メディアでも、彼がア・リーグ MVP であることを考えれば、1年で850万ドルだったとしても素晴らしい契約だと、エンゼルスも同意するだろうと、その都市望の低さを批判しています。しかし、驚くことに、そんな大谷翔平選手よりも、さらに、活躍に、不相応な低報酬の選手がいます。このランキングで1位になったのは、ナショナルズのフアン・ソトガイアテです。昨シーズンは、打率.313、29本塁打、95打点を記録した選手です。記事でも、ここ2シーズンで、フアン・ソトの 9.5 以上に WAR を蓄積した野手はいないと特筆されています。年俸調停権によって、今期は1620万ドル約18億5000万円になる見込みらしいですが、それでも、球界トップ125の高年俸選手の平均よりも少ないとコメントされています。当チャンネルでは、これからも、翔平とボスの動向をチェックしていこうと思います。ご覧いただきありがとうございます。それでは、このニュースに関しての様々な反応を見ていきましょう。こちらです。ホームラン競争で対戦した2人が1位と2位ってすごいな。そもそも MLB に十分な給料をもらっている選手なんてほとんどいない。もっともらってよい。お金では得られない数々の名誉と称号と最高評価を得ました。大谷選手の見ている景色は私たち凡人にはわからない。ステージが違うのよ。活躍は翌年に反映されるんでしょ。ましてや、大谷は2年契約を結んでいるから安くはないと思います。世の中には、金より大切なものもあるよ。これで6億とは、最低でも10億が実績に見合った年俸。1年前に、この2年契約が妥当と論じた声もかなりあった。その時点で、ここまでの無双は誰も想像していなかった。そして、世界は大谷に熱狂した。2022シーズンにも昨年を上回るような活躍を見せてくれることを願うよ。そうなれば、単年50億などという話になる可能性もある。大谷選手はお金ではないんでしょう。優雅に暮らせるお金はあるのだから、彼の場合は、野球を楽しめる環境があるならば値段交渉はしないでしょう。いやー、外より、大谷さんの方がもらってないよ、間違いない。メジャーリーグの相場が異常だから、それに比べたらもっともらってもいいだろう、みたいな話になる。今まで通り、夢を実現できる環境とか、働きやすさを重視して、長く活躍してもらいたいです。10倍の2500万ドルでも安いでしょ。大谷選手にとって、野球が人生のすべてであり、熱中することだからなんだろうね。エンゼルスが、自発的にボーナスでも払うとかっこいいんだけどな。速攻で車を買ったりしないところに好感が持てます。安全に健康に暮らせる環境で過ごしてほしいね。この時代に本物の侍がいたのか。大谷翔平の物質欲の薄さは有名です。大金出しチームよりこのままエンゼルスにずっといてほしい。お金で所属する球団を選んでしまう選手の多い中、とても感心します。物欲と引き換えに野球の才能を手に入れた人間なのでしょう。大半の選手はプロになってたくさん稼いで贅沢したいという夢を持って頑張るのでしょうが、お金は二の次なのだと思います。野球以外への欲がほぼないんですね。ただただ野球を追求して野球を楽しんでる。年俸だけ考えてもしょうがない。いかに現状を維持していけるかが最も大事なことです。目指すところが違うんでしょうね。野球を一日でも続けられることが一番の贅沢なんだろうな。大谷選手は若いですが、尊敬に値する人物です。今後も怪我なく夢に向かって邁進してほしいです。MLB というおもちゃで遊ぶことが最も贅沢だと知ってるんです。金で買われない大谷翔平には凄さしかないわ。お金が欲しくて野球をやってるんじゃないんですよね。野球がしたくて野球をしてるんですよね。素晴らしいけどせっかくゆとりがあるのだから、経済のためにもお金使ってあげないとね。金が全てを判断する物差しではないことを体現している偉人。そりゃ愛されるプレイヤーだわ。大谷選手は質素だよな。これは、親の教育の賜物なのでは？謙虚は伸びしろでしかないです。お金って、無意識に性格を変える可能性が高いから、現役中は、精神のコントロールのためにもいい方法だと思う。物欲が、ない分全てを野球に打ち込んでるから人間離れした記録もうなずける野球が大好きなんだろうな。価値観が他の人と違うんでしょうね。高級品に興味がないのかも。お金は評価の一つで、彼が求めてるものでないってことかな。大谷選手は、日ハムの時も、お小遣い月10万円で年100万貯金してたのはあまりにも有名。この人は、年齢を重ねて第一線を退いても、独立リーグ、その後は、草野球と、ずっと好きな野球を続けるだろうな。自分がやりたいことに 100% 力を注いでいたら、他の余計なこと、贅沢、遊び、プライベートエトセトラに時間を割く余地はない、ということか。ほとんどのプロ野球選手は、野球に集中できない環境を自分で作ってしまっている気がする。家、車、身につけるもの、食事、女。これは、本当にすごいことだと思います。頭の中覗いても野球楽しい。野球楽しい。っていう情報しか引き出せなそう。趣味、野球、仕事、野球、特技、野球ですね。お金のために野球選手になったのではなく、ただ野球が好きで頂点に行ってしまったんだよ。最後までご視聴いただきありがとうございます。これからも、翔平とボスチャンネルをよろしくお願いします。チャンネル登録と評価していただけると励みになります。本日はキャスターのエマがお送りしました。またお会いしましょう。